セロハンテープは、機材となるセロハンの片面に接着剤を塗り、帯状にしたものを。通常の製品は、それを巻き取った巻き物状にして供給される。セロハンテープ、セロハン粘着テープとも呼ばれ、無色透明の製品のほか、色付きのものも販売されている。また、テープ両面に接着剤を塗ったものは、両面テープと呼ばれる。一般的に普及している、セロテープという故障は、 日版の登録商標である。アメリカ合衆国や韓国では同様に商標名であるスコッチテープとイギリスでは商標名でセロテープと呼ばれる。通常はテープカッターあるいはテープディスペンサーと呼ばれる葉のついた第二セロハンテープを装着して使う。対上になったセロハンテープの端を引っ張ると設置されたテープが回転して剥がれるようになっており。 これをテープカッターについた刃で切断する。切り取られたテープ用途は紙を含む広範囲に及ぶ。巻き取られた状態のテープがベタつかずに片面だけ剥がれるように剥離剤などが塗られており、油性マジックなどで書き込みができるように艶消しに仕上げたものもある。1930年、アメリカ合衆国の 3M 社によって開発された。 もともとは荷物を輸送中の湿気から守るために、防湿効果のあるセロファンを活用しようとしたものだが、この用途では製品化されず、テープでの製品化となった。戦後、GHQ が事務用にアメリカ本国から輸送していたが、医療用絆創膏メーカーであった日版に製造を打診。日版が1ヶ月後に試作品を持っていくと、あまりに早かったので、驚かれたという逸話がある。 ありがとうございます。